ちら業務スーパーのビーガンデーツボムヘーゼルナッツとココナッツを食べていきたいと思います。ではですね、果たして中身はどうなってるのかな。まずはこちらのココナッツから中身を見ていきましょう。おー、ちょっと見えづらいですけど、表面にいわゆるココナッツクランチといいますか、そういうのがまぶされていますね。ちょっと見えにくいと思いましたので、ボウルに出してみました。では、せっかくなので、このなんか、ミスタードーナツの、チョコレートドーナツのコーティングを思い出したのは自分だけでしょうか。なんかな、ココナッツと、この黄色いクランチ、なんです。本当思い出しますね。では、早速食べていきたいと思います。いただきます。あれ？やっていたのと違うなぁ、これ。自分がやっていたのは、だって、めっとりして、時々、睨みも来るような商品をイメージしていたのですが、そういうのとはまた違うようです。これ、まあ、だから予想と違ってっていうわけではないんですけど。で、言っちゃうべき。なるほど。〇〇ではないの。いや、で、そこに、ナッツやココナッツの食感、香りが入ってくると、なかなか、独特な味わいになってますね。独特でいいね。もっといろんな味で食べてみたくなる、かな。詳細についてはこの後すぐ。ごちそうさま。ごちそうさまでした。最初はなんかチョコレートみたいな商品なのかなと思ったんですけど、これ裏側に書いてあったんですが、ペーストにしたデーツにココナッツやヘーゼルナッツを混ぜたものということです。なのでチョコレートみたいな甘苦いみたいな味では全然なくてですね、かなり甘いんだけど、そこまで強く主張してくれない。なんだろうな。いや、なんとも言えない独特な甘さがある商品にココナッツとヘーゼルナッツが入っている商品。そんな感じでした。なので、ココナッツの香りやヘーゼルナッツのサクサクもあまりなくて、ほとんどデーツペーストが勝ってますね。ところどころでアクセントにはなっていますが、あくまでメインはデーツなので、ちょっとなんて言ったらいいかわからないですが、デーツのちょっと癖のある味が好みなのであれば、食物繊維も豊富ですし食べてみてもいいかもしれません。反対に癖のある果物はちょっとなーという場合は避けた方がいい商品であると自分は食べて思いました。自分はまあこの癖得意とまでは言えませんが、だからといって苦手でもないので、まあ味としては4点とさせていただきます。それでは立春のシンデレラ来るや今日この日春の舞踏会でも開催されるのでしょうか。というわけで本日はビーカンデーツボム2種を食べ比べてみた動画でしたけど、あなたは見て食べてどう思いました？もし気になった、食べてみたいと思ってもらえたのであれば、高評価チャンネル登録していただけますととても嬉しいです。では演武終了。